こんにちは、森コーポレーションの社長の森です。2010年最後の撮影となります。皆さん、今年は大変お世話になりました。はい、来年もよろしくお願いいたします。まあ、前からやろうと思ってたマクロってやつをちょっとやろうかなと、はい、テラタームマクロですね。せっかくの正月休みなのにちょっと頭疲れるじゃんってなっちゃうと思うんですよね。だいたいマクロってそれ誰が使ってんですかとか、俺使ったことないし、マクロできたからって別にそんな作業変わんのとか思うじゃないですか。なのでちょっと今回はですね、マクロを使うとこんな感じで楽できるよっていうのをちょっと伝えたいなと。関さんはちょっとマクロをまだ使ったことがありませんと。はい。で、私はマクロを使います。その状態で、まあ、ここに今計7台のルーターを今こう並べて、でスイッチが1台あります。こういう状況なんですけど、設定をしたり情報を取ったりとかをする作業やっぱありますよね。普通、まあ、業務してるとあると思うんですよ。導入してる人は後で追加コンフィグみたいな感じで追加設定をしてください、でそれを300拠点に展開してくださいみたいなことがあった時にマクロを使ったりとか、あとは運用さんがやっぱ多いんですよね。自分のまあ拠点、例えば1000拠点とか抱えているお客さんで1000台ルーターが入っている状況で、それを全部まとめて脆弱性問題で今回出た脆弱性のパターンにマッチしてるかどうかっていうのがコマンドを叩いてみないと分かんないですよっていうことがあるんですよ。簡単な例で言うと iOS のバージョンがいくつ以上じゃないと脆弱性の対象になりますみたいな。なのでその iOS より下のバージョンのルーターはアップグレードを推奨しますみたいなのが、まあ、メーカーから発表されるわけですよ。念のために確認しなきゃってなるじゃないですか。その時に全台に対してチェックするとうちはちゃんと管理徹底してて Excel でちゃんと導入した時のコンフィグとか管理してるから Excel ファイル見ればわかるよみたいなのはいいんですけど、やっぱり念のためにコンフィグ抜いた方がいいんじゃねみたいな風になる場合もあるんですよ。やっぱその時にマクロを使って運用さんがやると、そういうケースが多いですね。というわけでちょっとね、どういう状況で使うかっていうのを今一旦説明したんですけど、はい、今回ちょっとこの用意しましたよね。一つのネットワークにします。今回は IP アドレスは何でもいいんですよ。テレネットで入るの前提なんで7501Xという、まあ、機械がありますと。 V91 がデフォルトだよね、がデフォルト入ってるん でここが 192-168-1.0-24bit で構成したいと思いますと。まあ、こういう感じですね。ルーターをちょっと関さんの好きな名前でいいですよ。R1、まあ、よく使いますけどよく飲んでる。ルタワン、ルタズ。 IP どうします。あ、何、もう振ってるよね。一応振ってます。10、20、30、40、50、60。僕のが1なんですよ。これが関さんね。じゃあちょっとずれるね、あれと名前と。なんか嫌な感じだね。確かに。 R10、R20 とかにします。 R10、R20 と。そっちだ。 R20 っていう雑誌ありましたよ。あったね。 R60 ってやばいね。60歳過ぎないと読めないやつ。やばいね、それは。 R18 指定とか。とかまあ R15 とか。R60 指定やばいね。どんな本なんだって。まあこんな感じですね。でこれに対して、あ、もうまあ IP 振ってるんで、ちょっとホスト名だけちょっと先に付けさせてください。準備段階で今こう繋がってないんですよ、 LAN ケーブルも。これからLAN ケーブル全部つなげて、でテルネット入る、まあ、チェックもしつつホスト名もちょっとちゃんと変えようかなって。ちなみに IP はどこに振られましたか。どのポートに振ったの。0から7で振りました。 こっち、はい、スイッチポートの方。 VLAN1 で振ったの。 VLAN10 で振りました。あ、1だと入んなかったからスイッチポートだから、すいません、ポートの話してなかったVLAN と。まあどっちでもいいんだけどね、今回はこっちでつなごうか。10番ポート、これ VLAN10 で振ってるのじゃ全部アサインしてるの。あ、そうです、レンジで入れます。そういうのは多分事前に言った方がいいね。あ、これ VLAN10 で組んでいいですかとか、間違ってたら嫌じゃない。まあそこが次の壁だな、関さんの。俺の立場から言ったら関さんは言いにくいのかもしれないけどね。うちも社長だし、社長にちょっと言いにくいのもあるよね。まあそれがあるのか。もう俺ただの先輩だと思って、一旦この場においては。だから何でも言っていいから、むしろ言われたい方だから。その方がちょっと社員とかの関さんも立派になったなって思うから。言わないといつまでたってもなんか子供だなってなっちゃうから、関さんの成長が私の喜びですからって、まあ視聴者の皆さんもね言いますよね。だから言ってほしいのよ、もうバンバン。社長違いますよって。この場においては全然いいから、検証している時にそんな関係ないしね。だって俺も間違えることいっぱいあるよ。だって見積もり間違えることだってあるからね。それもどうかと思うけどね。そこは間違えんなよってね、関さん言ってもらってもいいんだよ。給料間違えましたとか
それを最低です、ね、ちょっと給料関さんに10倍払っちゃいました。ありがとうございます。持ってください。言わないと警察のお世話になってる。入門編でさ、俺 V ランばっかり教えたからさ、そのせいもあんのか、もしかして。その影響を受けた可能性ある。それも多分もしかして。確かに俺インターフェース V ランばっかりやってたわ。まあでも選択大事よね。これをどこに設定しようかなっていう。早速巡回するぜ。積算ルーターの巡回を始めます。あ、10も来てる、20も来てる。 PC アドレス何するの？私今 1.3 になってます。これ1.101にします。今積算が一生懸命設定してると思うんですよ。ホスト名を R1 とか R10 とか、そこに乗じてですね、テラタームで入ってですね、設定を入れたいと思うんですよ。シスコシスコだよね。そうそう、はい、シスコシスコで、全部シスコシスコです。シスコシスコ、シスコ大好き。ビスコみたいだね。シスコ、あ、でも対策できそうですね。シスコビスコ、コンフティ、ホストネームですね。私 R1 です。ライトしちゃいました。ここを追加しますわ。森 PC と3だよね。私は101にしました。ホストネーム全部変えてねって言ってやってくるようになっただけでもすごい成長だよね。1.10 のルーター、確かこれだったと思います。に今アクセス、テルネットでしようとしているところです。うん、はい、1.10 の向かいました。入りましたので、ちょっと勝負してみようかなと、うん、でマクロを使った社長対マクロを使わない正規のやり方である正規っていう対決を。1回目はですね、まあ簡単にちょっとジャブ程度のやつですけど、まあ7台やりますからね。ランニングコンフィグを全部取ってくるっていうのどうですか？ショラン、ショランを全部、最後のエンド、関さんテルネット使っていいから7台に入って、とにかくショランニングコンフィグ取って保存すると。だから7個ファイルできて、ファイルネームは何でもいいです。ホスト名ぐらいは分かるように入れといてほしいかな、ファイルの一つ。だから R1 のコンフィグ何でもいいです。7個ファイルを作って中が開いたらランニングコンフィグが入ってるっていう感じね。分かりました。マクロを組む時間もどんどんバンバンやってもらってもいいから。デバイス IP 登録もしてないから、ね、もう全然マクロ動かないんで。じゃあちょっと対決していきたいと思います。はい、普通にやったら絶対関さんの方が早いですよね。7台だとどうかな、いい勝負なんじゃないかな。そうです、まあ、やってみましょうか。目標タイムはどれくらい？1つ取って保存するのに 3分ぐらい。20分ぐらい、20分ぐらい目標ですね。じゃあ俺はそれを超えるように頑張ってみます。一応ここに自動で作られる予定なんですよね。じゃあちょっとここからスタートですか、はい、関さんいいですか？はい、申し訳ないです。大丈夫です。すいません。大丈夫です。用意、はい、スタート。ここでね、私はこんな感じで入れてます。まあデータを最初に入れるんですよ。パンプと3、あ、何台？ 1,2,3,4,5,6 台、7台目かな。 1,2,3,4,5,6 7台ですね。で、ここがですね、まあ10、まあ20、まあここね、Excel でやった方が早いかもね。シャッとできるからね。まあ50の、まあ60と。で、R1、R10、R20、R30、R40、R50 ね。R60。はい。まあデータ作り終えましたね。合ってますかね。ここ大事なんでね、間違ったら動かないですから。はい、まあこれをね、データベースのように使ってます。じゃあ早速マクロ動かしますね。マクロの動かし方はですね、このテラタームでコントロールをしてマクロっていうのを押します。でそこで、まあここですね、まあ、この場所に置いてるんで、はい、これを選択します。ここにマクロ書かれてますから、マクロのファイルを選びますと。であとこの結果、出力結果をこのリザルトってところに吐くように設定してるので、あ、まあ書いてますので、ここで開くですね。こっち側いきますよ。はい、開始で、テルネットパスワード入れてるなんで、シスコシスコですね今回は。はい、でイネーブルパスワードを入れてねと、シースコシースコと入れます。はい、
はい、どんどんできてます。はい、終わりました。2分20秒。はい、これで終了です。一応中見てみましょうか。 R1 がこれですね。 R1 の細め R1 ですね、はい、この小ランニングコインがこう入ってますと。 R10 入ってますね。 R20 小麦ですね、はい、R30 ですね、ここですね。 R40 R50 で R60、 こんな感じです。めちゃくちゃ早い。どうですか関さんは。今私はやっと4代目を4代目、はい、結構早いな。それでもあれ早くない？20分目標だったのが全然、だいたい1台1分。そうね、確かに早いね。7拠点のルーターのコミング一気に抜けましたよね。動いてたの本当何秒かだっけ。これがマクロなんですよ。だからマクロをみんなで勉強したいんですよね。テラタンマクロの YouTube いくつか見たんですけど、実際見たんですけど難しかったですね。内容が実践に即してないような、今回みたいに全部のコミング取るんだとかいう感じじゃなかったんですよね。インフラエンジニアってなると大体 Linux なんですよ。みんなルーターでやってる YouTube なかったかもしれない。だから今回は期待してますよ。ネットワーク SE の、 この新人の皆さんが急にみんなマクロを使い出す。今回はあの中のソースは説明しませんけど、今回こうやって見せてみてどう反響あるかですね。この解説やってほしいですっていうコメントがいっぱいあったら来年頑張りましょう。いっぱいやったら頑張って解説します。なかったらまあ興味ねえんだなっていうことでもう解説なしです。じゃあ次の勝負いきましょうか。じゃあ早速よくありがちなやつ、 iOS のバージョン知り大変ですね。7台のルーターの iOS を全部取得しましょうと。小バージョンを全部取りましょうか。じゃあ勝負です、はい、ラウンド2。よし、頑張るぞ。地味だけど頑張るぞ。そうですね、地味っすね、本当に。これを見てエンジニアになりたい人はハーハーしてるはずなんで興奮してると思いますよ。マジでマクロすげー、マクロやりてーってなってるかもしれないね。マクロすっげー、マクロすっげー、はいはい、えい。終わりました。終わりましたね。わー、30秒ですね。取れました。私が勝負を打つ前にもう、あ、じゃあじゃあやっと言いました。で、あの全部の iOS 確認しますね、はい、この時はですね、このノーエディターっていうのを使うと便利なんですけど、はい、ノーエディターのグレップっていうのがあるので複数のファイルをまとめて検索できるんですよ、まあ、結果が出てるリザルトっていうところで 見てですね、中のファイルを見て iOS のバージョンでここに書かれてるんですよ。この部分だけって全部前の部分一緒なので、この辺から引っ張ってきて一気に見ましょうと。検索文字ですね。でここで貼り付けますと。で検索しますと、さあこんだけ出てきますと。そこの文字列だけを引っ張ってきてくるんですよ、こうやってまとめて。 iOS バラバラちゃんってことはよくわかるんですよね。お、 R1 はさ、バージョンがさ低くねみたいな、あ、ここ開けなきゃダメじゃんみたいな感じで、まあ計画を練るわけですよ、うん、一瞬でしょ。しかもですね、ここ合わせるじゃないですか。合わせたらほらここに出てくるんですよ。そのファイルが開かれてこの部分を抜き出しましたよと。もっと面白いのやるとね、小バージョンを打つとルーターが起動してからのタイムっていうのが分かるようになってるんですけど、アップタイムイズってやつね。このアップタイムイズっていうのを、とこだけを引っ張ってこいと。したらどうなるかっていうと、こんな感じでみんな2時間、3時間ぐらい前にだいたい起動したんだなってことが分かりますよね。こんな感じでこうまとめてチェックできるわけですよ。グレップ機能とまとめて取るマクロ、これを組み合わせていけば、まあ、ある程度ね何でも運用できちゃうっていう。あ、今ねここのランだから早いじゃん。全国こうやってると通信速度とかもあるんで、そこまでスピード出なかったりもするんですよ。小ランとか小バージョンとかまとめて取るときあるんですよね。もうそうしたら時間めっちゃかかるんで、これは知ってて絶対損はないですね。面白いでしょ。終わりました、はい、もちろん終わり。お、早くないですか。でも5分、いや、関さんもなかなか早いよ。本当成長してるですか。体で覚えてる、ね、よく突っ込む、ね、小ランと小バージョン手で覚えてるよね、もうね。団地でマクロ。そうですね。はい。何十分勝負になってねえぞ。です。これ。設定入れましょうか、じゃあ。デスクリプション入れてみます。メモ。どうですか。このインターフェース V-LAN10 に全部接続してるんですよね。はい。これか。そこにちょっとデスクリプションっていう、まあ、説明文ですね。あの、コメントですよ、はい。ワン想定なんでね。わかりやすくしようみたいな。この設定を全部のルーターに入れるところですね。そうです。全部のルーターの V-LAN10 に入れますと。では、ファイナルラウンド。はい。はい。そうですね。
今回ねちょっと大変ですよ。全然大変じゃないんだろうって思っちゃうんですけど、ね、もうすぐ終わるんでしょって思っちゃう。いやそんなことないですよ、大変ですよ、手振りじゃない。ちょっとね、一応念のためにね、ブディがね、一回入って確認するのがいいんですよね。やっぱ怖いんだよね、こっちも。マクロでやるってことはさ、ワンミスが命取りになるんですよ。で、コンフティ。これはね、実際に入るかどうかをチェックします。入りますねと。これもね、ディスクリプションちゃんと入るかなというのをまず確認します。入りますねと。で一応戻して、まあ、見てインターフェースクランジは下の方なんですよ、ね、ここですね。あ、入ってるなと分かったら、まあ、上書きになるから入れといてもいいんですけど、念のために書きしましょうか。の方でね、これもはい、まあ、これで一応消えた戻した状態で、はい、V ランジュ入ってないですね、はい、こんな感じになりますと。であとはですね、まあ、これ多分間違いないでしょうと。で今こういう状態なんで、あれクイットそのままいけるかな、ちょっといけない可能性、止まる可能性あるんで、いきなりクイットいけたっけ、ちょっと念のため、私念のためが好きなんで、クイットこれ打てるかな、打てない、やっぱりエグジットクイット打てないでしょ、あ打てないね、エグジット2回行ってクイットだ、はい、ここにねエグジット2回入れないとまずいんですよ。なるほど、これでうまくいくかですね。まあ一応これでちょっと本当はね、本番でやるときは1回1台だけで設定してやるんですよ。でも今回はちょっといきなりやります。さすがに俺もね、そこまで冒険者じゃないんで本来はね絶対1台試した方がいいです。で1台動いて、あ問題ないなと思ったら、あの全部のやつを動かした方がいい。終わりましたね3分55秒です、はい、一応全部入ったかなっていうのを確認するためにですね、ログを見るのが間違いないかな、これですね、入ってますね。ちょっと小乱も一緒に取ろうかな、ちょっと上書きになっちゃうけど、最後小乱取ってクイットにしましょう。ちょっと変えました、あれ取れてないね、はい、こっち取れました。ちょっとでも僅差でしたね。小乱の後のウェイトが間に合ってなかったかも。小乱は別に取った方がいいかもね、早すぎて先に打たれちゃいましたねクイットがはい、あほらやっぱ止まってる、小乱を打ってすぐ止まってる。まあこれね、あの別のマクロを組んどくといいんですよね。だからこうやって別のやつを作って、うん、ゲットランオンリーは何だけにしようと思ったら、ちょっとそうコンフィルティーとか入れないで、この辺は入れません、小乱だけ取って変える感じですね。まあこれを作るでしょ、で小乱オンリーにやっ
で、リザルトこれですね。あ、撮れましたね。あれ、なんかポーズかなんか入れればよかったのかな。でごめんなさい、ちょっととりあえずちょっと突発的だったんで、私もそんなにマクロをちょっとね使ってるわけじゃないんで、お客さんのところに行って、まあ、まとめてコンフィグいただきますっていう時はよく使います。 IP リストもらって、じゃあこれ全部貼りますって言って、癖物があって、今回はあの ID パスワードというかパスワードが全部同じだったでしょ。 ID とパスワードは最初に入力したでしょ。僕入力のボックスを作っておいて、で入れたらそれが記憶されて、 その後で入れてないんですよ僕。お客さんによっては ID パスワード違う場合もあるでしょ。だその場合は機器によって ID パスワード変えていかなかったりしないといけないんで、もうちょっとこう複雑化しちゃう。マクロはユーザー ID パスワードっていう場合もあるんですよ。その場合はまた違ってくる。でしかも毎回違うところもあるんで、そしたらその機械に合わせて ID とパスワードを拾ってきて、データベース化したものを ID とパスワード、それを拾ってきて やらなきゃいけないから、だからちょっと今回は一番簡単な構成でやったけど、実際使うってなった場合はそこまでちょっとマクロ組まなきゃダメ、場所に合わせてそのマクロをいじってやったりします。仙台とか入れてるお客さんだと大体統一してます。 ID とパスワードは外部のラディウスとか多角サーバーとかを使ってID とパスワード管理してる場合もあるんで、そうなったら絶対あのユーザーに対してこの ID パスワードみたいな感じで紐付けられるんで、そしたらもう同じですからやりやすいですね。機械が違う場合めんどくさい。シスコだったらまだいいんですけど、スイッチはちょっと HP なんですよとか、やっぱちょっとこう変わってくるんで、それも一気に取りたいなって思ったら、ちょっとそれを、まあ、HP 用のマクロ組むかってなって別のマクロ組んだりするか、毎回全部取んなきゃいけないってなったらもう一緒にしちゃうかね。 if で作って、この HP のスイッチだと分かる結果があれば、そこを見て if 文で切り替えてこういう処理させるとか、中のプロセスを変えなきゃいけない。それもめんどくさいね。そこはあの考えながらですね、このパターンで全部一致してるなって思ったらマクロだなっていう感じなんですよ。あまりにもバラバラだったらちょっと悩みますね。でもそれが300台ずつって言われたら、300台ずつのやっぱりリスト作ってマクロもそれ用に分けちゃった方が早いかな。一緒にする意味あんまないですからね。状況に応じてですね、一番早いと思う方法やるみたいな。どうでしたか、関さんの感想教えてほしいけど。目にも止まらぬ速さでしたあのこう名前もね好きなのにつけるんですよ。 R1 のっていうホスト名プラス時間、あ、日にちになってるでしょ。こういうところで決めてるんですけど、このログファイルにこうどんどん足していってるんですよね。あ、はいはい。ここに例えばランニングやったらいけるかな、これだけでいけるのか。カンタロールのマクロ選んでオンリー、はい、わかる。そう、こんな感じで、まあマクロを触れると自由自在なんですよ。結構めんどくさいでしょ、ファイル名つけるのも毎回。これも全自動だから。ちなみにこの名前はどこで取ってきてるかっていうと、この最初に作ったファイルですね、私のデバイスリストっていうファイルを作ってるんですね。これがデータベースになってて、ここから名前取ってるんですよ。ここの名前変えたら R1 ルーターとか、あのもっと好きなように好きな名前をつけれます。この IP アドレスも取ってきてると。便利でしょ。便利です。どう、使いたい。うん、使いたいけど使いこなせるかな導入ではあんま使わないかな。障害試験とかやったりでもする時も5台ぐらいテレネット入って全部のログ取れとか言われた時にめんどくさいでしょ。大変です。そうだ、その時にテレネットして一気に取るみたいなっていうのがいいかな。でもね、障害試験の時ってさ、テレネット入れなかったりするんだよね。そうです。コンソールで取れてやるんだよね。やっぱ今セキュリティ厳しいんで、お客さんのネットワークに簡単につなげさせてもらえないんで、だからやっぱりね、使うのは運用さんですね。あまり役に立たない知識かもしれませんけど本年はあの皆さん大変お世話になりました。 YouTube 始めて約2年、約3500人ぐらい今登録者数も増えてきまして、チャンネル登録していただいた皆様と編集の小野井さんと高津さん、もう本当にありがたいと思ってます。ありがとうございます。はい、来年もですね、バシバシ動画撮っていこうとは思ってますので、引き続きよろしくお願いします。お願いします。はい、皆様良いお年をお迎えください。寒い日が続きますので、皆様体調管理には気をつけてください。良いお年を、うん、優しい一番まともですよ優しい。次回予告なんですけど、ついにですね、プレゼント企画をまたやろうと思ってます。お、はい3000人達成して、まあ、すぐやれよという話なんですけど、やるって言ってなかったっけみたいな巷の噂でそういったも話が流れております。12月めっちゃ忙しかったんですよでようやくなんとか年玉企画ってことで、まあ、皆さんにプレゼントしたいと思ってるんですけど、ありがとうございます。その後も続きそうです。ちょっと4000人&決算前、多くの企業は決算でしょうっていうことでプレゼント企画をまたやろうと思ってます。某シスコじゃないネットワーク機器メーカーさんがご提供をいただけるということで、
私たちでやってる YouTube のコンセプトとしては、ネットワークエンジニアの人をたくさん増やしたいっていうのがちょっとコンセプトにありますので、エンジニアになるために勉強用のツールとして機会を提供してもらえませんかっていうのを相談したところ、即ですね、お返事いただきまして、次の4000人記念の時に合わせて皆さんにプレゼントできたらなと思ってます。いや、すごい。なので見逃さないためにもチャンネル登録は必須でございますので、ぜひ登録してない方はもう登録しておいてください。いろんなメーカーさんにちょっと今ね交渉しようと思ってますので、基本的にですよ、保証はないのでそこはお気をつけください基本的には EOS 迎えたものをいただくようにしようと思ってます。 EOS 迎えてないものってまだ本当に買ってらっしゃるお客さんもいるんで、その方たちにやっぱ失礼じゃないですか。 EOS 迎えたものでちょっと余っていたらちょっとプレゼントさせてくださいということで、そのメーカーの機械のことを学習して提案しようかなっていう人たちも出てくるかもしれないので、そういう話をしてですね、いろんなメーカーに交渉していこうかなと思っております、はい、ただプレゼントする番組っていう感じにならないように、いろんな技術情報も提供していきたいと思いますので、コメントで来てるのもやっていこうと思ってますので、そうですね、来年いろいろやっていきますので、また、はい、じゃあ来年もよろしくお願いします。動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価の方もお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。